ナンバー12-02、ギリシア文化。いきます。オリンポス十二神の主神は？ゼウス。ゼウス、次。オリンポス十二神の中で美と愛の女神は？アフロディテ。アフロディテ、次。アフロディテのラテン名は？ヴィーナス。ヴィーナス、次。オリンポス十二神の中で太陽神は？アポロン。アポロン、次。古代ギリシアの舞踏衆演劇の神は？ディオニソス。ディオニソス、次。イリアス、オデュッセイアで知られる盲目の詩人は？ホメロス。ホメロス、次。ホメロスがイリアスで描いた戦争は？トロイア戦争。トロイア戦争、次。勤労の尊さを説いた古代ギリシアの叙事詩は？労働と日々。労働と日々、次。神々の系譜を語った古代ギリシアの叙事詩は？新陶器。新陶器、次。労働と日々、新陶器の作者は？ヘシオドス。ヘシオドス、次。少女らに歌や音楽を教えた古代ギリシアの女流詩人は？サッフォー。サッフォー、次。サッフォーの出身地は？レスボス島。レスボス島、次。競技祝勝歌を残した古代ギリシアの叙情詩人は？ピンダロス。ピンダロス、次。アイスキロスが残した作品2つは？アガメムノンと縛られたプロメテウス。アガメムノンと縛られたプロメテウス、次。ソフォークレスの代表作は？オイディプス。オイディプス、次。メディアを残したアテネの三大悲劇詩人は？エウリピデス。エウリピデス、次。アテネ最大の喜劇作家は？アリストファネス。アリストファネス、次。ペロポネソス戦争への反対を表明したアリストファネスの代表作は？女の平和。女の平和、次。自然現象を合理的思考で解釈しようとする哲学は？自然哲学。自然哲学、次。自然哲学が盛んだった地域は？イオニア植民地。イオニア植民地、次。万物の根源は水であると考えたのは？タレス。タレス、次。イオニア学派の祖で哲学の父とされた人物は？タレス。タレス、次。万物の根源は数であると考えた人物は？ピタゴラス。ピタゴラス、次。万物の根源は火であると考えた人物は？ヘラクレイトス。ヘラクレイトス、次。ヘラクレイトスが残した有名な言葉は？万物は流転する。万物は流転する、次。万物の根源は原子であると考えた人物は？デモクリトス。デモクリトス、次。アテネで活躍した弁論習字の職業教師は？ソフィスト。ソフィスト、次。民主制最盛期のアテネで活躍した代表的ソフィストは？プロタゴラス。プロタゴラス、次。プロタゴラスの有名な言葉は？万物の尺度は人間。万物の尺度は人間、次。古代ギリシアの三大哲学者は？ソクラテス、プラトン、アリストテレス。ソクラテス、プラトン、アリストテレス、次。ソフィストを批判し民衆裁判で軽視したのは？ソクラテス。ソクラテス、次。ソクラテスが用いた対話を重視する方法は？問答法。問答法、次。ソクラテスの弟子は？プラトン。プラトン、次。プラトン哲学の中心的な観念は？イデア論。イデア論、次。プラトンの主張は？国家論。国家論、次。プラトンの弟子で万学の祖と呼ばれたのは？アリストテレス。アリストテレス、次。病院を科学的に究明し医学の父と呼ばれたのは？ヒッポクラテス。ヒッポクラテス、次。ペルシア戦争史を物語風に記述したのは？ヘロドトス。ヘロドトス、次。ペルシア戦争を描いたヘロドトスの作品は？歴史。歴史、次。歴史の父と呼ばれるのは？ヘロドトス。ヘロドトス、次。ペロポネソス戦争史を資料批判に基づいて記述したのは？テキディディス。テキディディス、次。ペロポネソス戦争を描いたテュキディデスの作品は？歴史。歴史、次。科学的歴史記述の祖と呼ばれるのは？テキディデス。テュキディデス、次。アテネのアクロポリスにある神殿は？パルテノン神殿。パルテノン神殿、次。パルテノン神殿再建工事の総監督を務めたアテネの彫刻家は？フェイディアス。フェイディアス、次。フェイディアス作でパルテノン神殿の本尊は？アテナ女神像。アテナ女神像。次、ギリシア前期の建築様式は？ドーリア式。ドーリア式、次。パルテノン神殿の建築様式は？ドーリア式。ドーリア式、次。ギリシア中期の建築様式は？イオニア式。イオニア式、次。ギリシア後期の建築様式は？コリント式。コリント式。攻守交代。いきます。オリンポス十二神の主神は？ゼウス。次。オリンポス十二神の中で美と愛の女神は？アフロディテ。アフロディテ。アフロディテ。次。アフロディテのラテン名は？ヴィーナス。ヴィーナス。次。オリンポス十二神の中で太陽神は？アポロン。アポロン。次。古代ギリシアの舞踏衆演劇の神は？
ディオニソス。ディオニソス。次。イリアス、オデュッセイアで知られる盲目の詩人は？ホメロス。ホメロス。次。ホメロスがイリアスで描いた戦争は？トロイア戦争。トロイア戦争。次。勤労の尊さを説いた古代ギリシアの叙事詩は？労働と日々。労働と日々。次。神々の系譜を語った古代ギリシアの叙事詩は？新陶器。新陶器。次。労働と日々、新陶器の作者は？ヘシオドス。ヘシオドス。次。少女らに歌や音楽を教えた古代ギリシアの女流詩人は？サッフォー。サッフォー。次。サッフォーの出身地は？レスボス島。レスボス島。次。競技縮小歌を残した古代ギリシアの叙情詩人は？ピンダロス。ピンダロス。次。アイスキロスが残した作品2つは？アガメムノンと縛られたプロメテウス。アガメムノンと縛られたプロメテウス。次。ソフォクレスの代表作は？オイリプス。オイリプス。次。メディアを残したアテネの三大悲劇詩人は？エウリピデス。エウリピデス。次。アテネの最大の喜劇詩人、作家は？アリストファネス。アリストファネス。次。ペロポネソス戦争への反対を表明したアリストファネスの代表作は？女の平和。女の平和。次。自然現象を合理的思考で解釈しようとする哲学は？自然哲学。自然哲学。次。自然哲学が盛んだった地域は？イオニア植民地。イオニア植民地。市。次。万物の根源は水であると考えたのは？タレス。タレス。水がタレス。次。イオニア学派の祖で哲学の父とされた人物は？タレス。タレス。次。万物の根源は数であると考えた人物は？ピタゴラス。ピタゴラス。次。万物の根源は火であると考えた人物は？ヘラクレイトス。ヘラクレイトス。次。ヘラクレイトスが残した有名な言葉は？万物は流転する。万物は流転する。次。万物の根源は原子であると考えた人物は？デモクリトス。デモクリトス。次。アテネで活躍した弁論習字の職業教師は？ソフィスト。ソフィスト。次。民主制最盛期のアテネで活躍した代表的ソフィストは？プロタゴラス。プロタゴラス。次。プロタゴラスの有名な言葉は？万物の尺度は人間。万物の尺度は人間。次。古代ギリシアの三大哲学者は？ソクラテス、プラトン、アリストテレス。ソクラテス、プラトン、アリストテレス。次。ソフィストを批判し、民衆裁判で軽視したのは？ソクラテス。ソクラテス。次。ソクラテスが用いた対話を重視する方法は？問答法。問答法。次。ソクラテスの弟子は？プラトン。プラトン。次。プラトン哲学の中心的な観念は？イデア論。イデア論。次。プラトンの主張は？国家論。国家論。次。プラトンの弟子で万学の祖と呼ばれたのは？アリストテレス。アリストテレス。次。病院を科学的に究明し、医学の父と呼ばれたのは？ヒッポクラテス。ヒッポクラテス。次。ペルシア戦争史を物語風に記述したのは？ヘロドトス。ヘロドトス。次。ペルシア戦争を描いたヘロドトスの作品は？歴史。歴史。次。歴史の父と呼ばれるのは？ヘロドトス。ヘロドトス。次。ペロポネソス戦争史を資料批判に基づいて記述したのは？テュキリデス。テュキリデス。次。ペロポネソス戦争を描いたテキリデスの作品は？歴史。歴史。次。科学的歴史記述の祖と呼ばれるのは？テキリデス。テキリデス。次。アテネのアクロポリスにある神殿は？パルテノン神殿。パルテノン神殿。次。パルテノン神殿再建工事の総監督を務めたアテネの彫刻家は？フェイリアス。フェイリアス。次。フェイリアス作でパルテノン神殿の本尊は？アテナ女神像。アテナ女神像。次。ギリシア前期の建築様式は？ドーリア式。ドーリア式。次。パルテノン神殿の建築様式は？ドーリア式。ドーリア式。次。ギリシア中期の建築様式は？イオニア式。イオニア式。次。ギリシア後期の建築様式は？コリント式。コリント式。ナンバー12-02。ギリシア文化。ドーリア、イオニア、コリント。